それじゃあ細胞骨格について、ね、説明しますもともとね、あの電子顕微鏡がなかった頃は、細胞の中ってね、なんかドロドロした液体がね、ねの細胞処理の間はね、あの詰まってるんだろうとね、細胞質消すにはね、基本的に何もねえんだろうって思えてたんだけど、ね、電子顕微鏡、ね、技術が発達して、よーくね、細胞内部がね、観察できるようになってみると、真核細胞にはものすごい細胞骨格が張り巡らされていたんですね、3種類の。では、見ていきましょう。じゃあね、もう明日テストだよって人はね、この 表だけスクショすればもう十分です。一応解説していきます。細胞骨格には太い順に微小管、中間系フィラメント、アクチンフィラメントがあります。アクチンフィラメントは大学ではねマイクロフィラメントなんて呼ばれます。一番細いねフィラメント、あのフィラメントって線いって意味ですね。あのフィラメントです。この中間系フィラメントの径の次にねあの直径の径ですね。太い細い中間ってねあの太さが中間だから中間系フィラメント。 で微小管が一番太い細胞骨格です。これ真核生物の細胞骨格です。原核生物にも細胞骨格ねらしき働きをしているねタンパク質見つかってますけど、基本的にこれから話すのは全部真核生物の話です。そしてそれぞれねあのモータータンパク質もチェックします。このモータータンパク質ね ATP を分解してそのエネルギーで動くタンパク質です。細胞骨格上を動くタンパク質です。微小管上を動くのはキネシンやダイニンアクチンフィラメント上を動くのはミオシンです。 このアクチンフィラメントとミオシンの組み合わせは、これ、筋肉の勉強すればね、もうずーっとこのアクチンとミオシンの関わり合いですから、筋肉の単元の勉強はね、今も慌てて覚えなくていいです。まあ、この先あんまり出てこないのは、このキネシンとダイニンです。これ、どっちも、これすべてタンパク質ね、モータータンパク質の種類の仲間で,です。中間系フィラメントにはね、あの特にありません。働きね、微小管は、弁毛や専毛の運動、そして防水体の形成。 防水体ってて覚えてるかな生物基礎に出てきた、ね、あの染色体を分ける装置ですね。そして細胞器官の移動。中間系フィラメントは、ね、とっても丈夫なのが特徴です。細胞の形態児。まあ、丈夫ついでに、ね、抗生タンパク質見ちゃいましょう。中間系フィラメント、い,いっぱい種類があるけど、髪の毛や爪などに使われるケラチンだけしかテストに基本的に出ません。ケラチン知っておきましょう。と,とっても丈夫ってあのイメージあるよね。爪なんかすごい硬いよね。中間系フィラメントの仲間です。 アクチンフィラメントはアメーバ運動や原形水流動、筋収縮に関わります。さっき筋収縮についてはちょっと触れたね、このアクチンフィラメントとね、そして骨格筋の中にはね、ミオシンフィラメントもあって、その2つのフィラメントの関わり合いで筋収縮が起きます。原形水流動はこの場でね、あの字面だけ知っておきましょう。細胞内部がね、流れるようにね、動く現象を減形ス流動っていって、筋とか植物の細胞なんかで観察されます。まああの 役割とかね詳細不明なんで基本的に原型するっていうこと、ね、しかあの基本的に問われません。抗成タンパク質はね、微小管は中ブリン、中ブリンっていうサブリンとが集まって微小管になってます。で中間系フィルメントはねあの、さっきも言ったけどケラチン、ね、ケラチンが一番鉄と似てる、ほ、まあ、他にもね角膜の裏打ちをするね、えー、とラミンなんていうね中間系フィルメント、ね、あるんだけど、まあ、ケラチンしか普通問われないですね。 でアクチンフィラメントを構成するのはアクチン。アクチンがいっぱい集まってできた繊維状のものだからアクチンフィラメントって言うんだね。じゃあ、ここから先はね、ちょっと半分発展なんで、まあ、まあ、得点源になるかなーってね、あんまり俺、がっつりテストに出るの見たことないけどね、でも一応話しておきます。出題頻度はね、さっきの表に比べてガツッと減るんで、まあ、話半分で聞いてくださいね。まあんま発展なんだな。大学行ったらこの後勉強するのかなぐらいでね。 で、これはね、こっちが微小管で、こっちがアクチンフィラメント。チューブリングが集まって微小管ができてます。あのな、なんか空洞ですよ、微小管の。太いっしょ。25ナノメートル。まなまあ、太いっつっても25ナノメートルってめっちゃ、ね、あの、もちろん小さい世界の話だけど。で、こっちね、アクチンで,できてるのがアクチンフィラメント。ね、あの、ガンガン、断然細いっすね。こんな風に小さいパーツが集まって、こう、長い繊維状になってるんですよ。だから、 えだからね、一回作った後、やべ、これ壊したいと思ったら、全部ぶっ壊さなくても、ポンポンポーンとね、あのこの例えばアクチンフィラインツだったら、アクチンのこのボールを、ポンポンポーンと外していけば短くなるんですよ。だからこの細胞の柔軟な働きにとってもね、あの都合がいいですよね。これ、ちょっと面白いところですね。あとはこれ、微小管がどこに使われてるかの、えっと、深刻性能の弁網と専門に微小管が使われてます。こんなふうに、えっと、これ、 弁毛の断面だけどこれ断面見ると微小管がずらーっと並んでるわけですねこれ123456789って2連微小管が並んでこの2つ並んでるのを2連微小管って言うんだけどでこ,こ,この2つ中央にある微小管を中心微小感中心微小管なんて言ったりするけど、まあ、そんなこと覚えなくていい1234567892連微小管が並んで中心にまたねあの2個微小管が並んでるんで このね、断面の構造、九プラス二構造なんて言ったりします。真核生物の弁毛専門は、基本的にこの九プラス二構造がね、あの、共通で見られます。まあ、すごい、えっと、なんていうか、共通性ですよね。 この生物基礎に出てきた防水体、染色体を適切に分配するための装置ですよね。染色体に防水紙がくっついて、そしてラグビーボール状の防水体ができる。そしてこの防水体が染色体を適切にね分配していくねわけです。で、この防水紙ね光学顕微鏡レベルでの観察で観察されていましたけど、電子顕微鏡がね発達して、観察のねレベルが電子顕微鏡レベルに上がっていくと、その防水紙の実態は 微小管であることが分かりました。この防水帯を構成していたのは微小管だったんですね。じゃあね、えっと、キネシンとかダイニの働きをね、神経細胞を例にちょっと見てみます。キネシンやダイニはね、繰り返すけど、ATP を分解したエネルギーで微小管上を動くモータータンパク質です。微小管ってこんな風にね、マイナス端とプラス端があって方向性があります。キネシンはちっちゃな足、ね、本当に可愛いタンパク質で、ちっちゃな足、2本の足で、本当にトコトコトコと歩くように頭に乗せた積み荷を運んでいきます。 第2もそんな感じねで、えっと、基本的にねこの神経細胞の例えばリボソームってこの細胞体にしかなくて、まあ、核が細胞体にあるからねそこで合成されたタンパク質を神経終末に持っていきたいな神経終末で使いたいなと思ったらモータタンパク質に運んでもらうんですね。でこの輸送方法は逆って書いたんだけどこのね微小管マイナス単プラス単があってでキネシンって マイナススからプラスの方にものを運ぶんですよまあねキネシンの木がプラスの字が入ってるから、まあ、キネシンはプラス方向へ動くって覚えちゃおう。で逆に第2はプラス端からマイナス端へ動くことができるんです。第2のダの字にはマイナスって入ってるから第2はマイナスの方に動くんだって覚えて,覚えておきましょう。次はねアクチンフィラメントを見てみます。アクチンフィラメントは初めに見た原型質流度のほかにあとは 筋収縮の他にアメーバ運動やあとは細胞質分裂、ね、収縮管という構造にも関わりますアメーバ運動をねあの細胞が実はあのアメーバ以外にもねアメーバ運動をして動く細胞いっぱいあるんだよアメーバ運動するときにアクチン,インフィントが関わっていたり細胞質分裂が起きるときね生物基礎ではね細胞質分裂動物ではくびれによって起きますって言ったけど実はあのくびれにねこの収縮管という構造が関わってる そしてこの収縮管という構造にはアクチンフィラエントが関係していると言われています。まだね、えっと、正確に、えっと、詳細まではっきりとは解明されてないんだけど、まあ、アクチンフィラエントがこの収縮管の,、ね、あの細胞質分裂のに関わっていることはもう間違いない。じゃあね、細胞同士の結合も、ね、さらっと見ちゃおう。上から密着結合、接着結合、デスモソーム、ねあの。密着結合はね、あのまあ、クロボニンなんかっていういろんなタンパク質が関わっているんだけど、まあ、あんまりデモに出ません。大切なのは この水分子すら通さないっていう、だから皮膚とか血管から体液が漏れ出ないんだよね、あのやっぱりものすごい密閉性です、密着結合。で、少し密着結合の少し下に接着結合。ね、この、ね、接着結合って言葉よりもね、まあ、接着結合って大学ではちょっと違う言い方する場合もあって、だから接着結合って言葉よりもこの、ね、接着結合に使われるカドヘリン、このカドヘリンっていうタンパク質がすげえテストによく出ます。 まあ、アクチンフィルメントが関わると思う、まあ、たまに問われるんだけど、カドヘリンは、ね、もうめちゃめちゃよく問われますこれ。働くのにカルシウムイオンが必要ってことも問われます、まあ。いろんな種類があるんだけど、カドヘリンっていろんな種類があるんだけど、働くのにカルシウムイオンが必要。カドヘリンの皮は、ね、カルシウムからきてるから、カドヘリン、ね、この緑の、ね、カドヘリン、ね、とっても要注意です。あとは、まあ、その下にデスモソーム、ね、あのボタン状だなんて、ね、よく言われて、まあね、あのリード部にもボタン状って出てくるから、配、は、送、いはい、したらデスモソームって、ね、書いちゃえばいいです。 デスモソームはね、あとのね、詳しい接着結合とかデスモソームのね、構造は、まあまあ、テストに出ないんで、知らなくてよいです。 一応ね、この接着結合にはね、カドヘリンの他にもね、カテニンなんていうタンパク質が関わったりとか、あとはデスモソームね、このバカでかいボタンみたいなね、バカでかいこの板みたいなのが気になるよね、でもね、テストに出ません。あの、デスモプラキンとか、プラコグロビンとかね、あの、いろんなタンパク質が実はね、関わるんだけど、基本的に問われません。ボタン上、デスモソーム、中間系フィラメントぐらいで OK です。で、最後にね、ギャップ結合、これはむちゃくちゃよくテストに出ます。あと、あの、簡単で、 2つのこれが1つの細胞の細胞膜、脳う片っぽの細胞の細胞膜でトンネルみたいなタンパク質が貫いてます。だからトンネル、ね、土管みたいなタンパク質が貫いてるから、その、ね、土管の中をイオンとかいろんな物質が自由に通ることができます。真菌とか、ね、あの周りの細胞と、ね、あのこうコミュニケーションを、ね、迅速に取らなければならないような、ね、細胞同士に、えっと、ある結合です。ギャップ結合。じゃあ、ね、以上いろんなものを見てきましたけど、まあね、ちょっと復習しづらい分野だけど、 まあちょっとねあの思い出した頃にね何か問題に出てきたらねしっかり細胞骨格そして細胞接着ね復習してみてください。